よと言われてもなんとか羽ばたき空を行き素敵な昼寝を決め込もうドクター朝夢を見るあんなに小さな蝶でさえ毎日飽きずに空の中ふんわり遊んでいるわけじゃ人間だったら飛べるはず何が何でもわしは行くのだ世界で初めて天使の顔をわしは見るのだ何でも即座に飛び上がる医者時代の実験でイカルス飛んだじゃありゃせか翼はあくまで柔らかく白鳥なんかの羽にせよボディラインは悪意の透明なんかがいいだろう